ハッシュ関数、ハッシュ関数あるいは、要約関数とは、あるデータが与えられた場合にそのデータを代表する、数値を得る操作、または、そのような数値を得るための関数のこと。ハッシュ関数から得られた数値のことを要約値や、ハッシュ値または、単に、ハッシュという。ハッシュ関数は主に検索の高速化やデータ、比較処理の高速化、さらには改ざんの検出に使われる。 例えば、データベース内の項目を探したり、大きなファイル内で重複しているレコードや似ているレードを検出したり、拡散の並びから類似する配列を探したりといった場合に利用できる。ハッシュ関数の入力をキーと呼ぶ。ハッシュ関数は2つ以上のキーに同じハッシュ値をマッピングすることがある。多くの場合、このような衝突の発生は最小限に抑えるのが望ましい。 したがって、ハッシュ関数は、キーとハッシュ値をマッピングする際に、可能な限り一様になるようにしなければならない。用途によっては、他の特性も要求されることがある。ハッシュ関数の考え方は1950年代に遡るが、ハッシュ関数の設計の改善は、今でも盛んに研究されている。ハッシュ関数は、チェックサム、チェックディジット、フィンガープリント、 誤り訂正符号、暗号学的ハッシュ関数などと関係がある。これらの概念は一部はオーバーラップしているが、それぞれ用途が異なり、異なった形で設計、最適化されている。また、プログラミング言語の一部、パール、ルビー等、主に高等言語とされる一般的な、プログラミング言語の多くにおいては、連想配列のことを伝統的に、ハッシュと呼ぶが、 これは連想配列そのもののプログラムの内部的実装によるものであり、ハッシュ関数そのものとは全く異なる。連想配列はハッシュ関数の応用例の一つのハッシュテーブルの実用例である。ハッシュ関数は特にハッシュテーブルで使われ、与えられた検索キー、例えばキーワードから素早くデータレコード、辞書でのキーワードの定義を探すのに使われる。 ハッシュ関数は検索キーをハッシュにマッピングする。ハッシュをインデックスとして対応するレコードの格納位置がわかる。さらにハッシュテーブルは連想配列や動的集合の実装に使われる。一般にハッシュ関数は複数の異なるキーを同じインデックスにマッピングする可能性がある。したがってハッシュテーブルの各スロットは明示的か暗黙かは ともかく単一のレコードではな、レコードの集合に対応していることが多い。このため、ハッシュテーブルの各スロットを、バケット、ハッシュ式を、バケットインデックスとも呼ぶ。したがって、ハッシュ関数は、レコードの位置のヒントでしかない。つまり、探すための出発点を教えるだけである。それでも、半分以上埋まったテーブルで良いハッシュ関数を使えば、 検索対象をせいぜい一つか二つのエントリーに減らすことができる。ハッシュ関数は低速な記憶媒体に格納された巨大なデータセットのためのキャッシュを構築するのに使うことがある。ハッシュテーブルと似ているがキャッシュであるため衝突が発生しても古い方のアイテムを消去するか本来の媒体に書き戻せば良いという特徴がある。ハッシュ関数は ブルームフィルタの基本的構成要素である。ブルームフィルタはキーが集合に含まれるかどうかを近似的に表すコンパクトなデータ構造である。巨大な層とされていないファイルから重複したレコードを探す場合、各レコードをハッシュ関数に入力して配列 t のインデックスを得て、各バケット t、i にハッシュ値が i になった全レコードの番号をリストの形で集める。 この配列が完成すると重複したレコードは必ず同じバケットに存在しているはずである。そこでリストの要素数が2つ以上のバケットすべてについて実際のレコードを求めて比較することで重複レコードを探すことができる。配列が適切な大きさであればこの方法が他のどんな方法、ファイルをソートし隣り合うレコードを比較していく方法などよりも 高速な場合が多い。ハッシュ関数はキーが似ているが全く同一ではない場合のレコード検索にも使える。この場合の入力は一つのキーか、似たようなキーを持つ巨大ファイル内の二つのレコードである。このためには似たようなキーを与えられたとき、最大でもメートルしか違わないハッシュ値、メートルは小さい整数で例えば1かリを生成するハッシュ関数を必要とする。 このようなハッシュ関数を使って全レコードに関するハッシュテーブル T を構築すると似たようなレコードは同じバケットか近いバケットに格納されることになる。すると各バケット T、I についてメートルからメートルの範囲のキロで表されるバケット T、I、キロに格納されているレコード群を相互に比較すればよい。この応用として音響詞もアルゴリズムと呼ばれる技法がある。 これを使うと、音声ファイルの巨大なコレクションから似たようなエントリーを探すことができる、ミューズグブレインズの楽曲、ラベリングサービンで使われている。この場合の発誌関数は、ノイズやタイミングの違いや音量の違いといった際を、なるべく無視できるようなものであることが望ましい。同じ技法は巨大な文字列の集まりから、同じ部分か類似する部分を見つけ出すのに応用できる。例えば、 文書リポジトリや遺伝子データベースなどに応用できる。この場合、入力文字列群を多数の小さな部分に分割し、それらに対してハッシュ関数を適用して上述してきたような技法で同じ部分や類似の部分を探す。ラビンカープ文字列検索アルゴリズムは比較的高速な文字列検索アルゴリズムで平均で O の時間で動作する。このアルゴリズムは 文字列の比較にハッシュ関数を使っている。この原理はコンピュータグラフィックスや計算機科学を代表とする様々な分野で二次元平面や三次元空間でのいわゆる類似性問題を解くのに使われている。例えば多数の点から最も近い二つの点を探すとか一連の形状から類似した形状を探すとか画像データベースから類似する画像を探すなどの 用途である。これらの用途では、あらゆる入力は何らかの距離空間にあり、ハッシュ関数はその空間を格子上に分割するものと解釈できる。この時に使用するテーブルは2次元以上の配列であり、グリッドフィールなどと呼ぶ。ハッシュ関数はその次元数に対応した1元のインデックスを返す。このようなハッシュ技法を幾何学的ハッシュなどと呼ぶ。 機械学的ハッシュは電気通信でのベクトル量子化でも使われており、多次元の信号を符号化し圧縮するために使われている。例えば、ある文書が正確かどうか検証したいが、その文書そのものを記録、比較したくない場合を考える。ここで、もしこの文書を代表する数値、文書の要約を数学的に作り出すことができば、この要約だけを記録し、 比較すれば良いことになる。このような要約を作る操作がハッシュになる。より具体的に今、ハッシュ関数として5字ごとに1時を選択し、その列を並べたものをハッシュ値とするという操作を選択したとすると、このハッシュ関数によって元の文章を1、5に短縮することができる。しかしこの方法では、という問題がある。そこでこのようなことが、 確率論的に現実には起こりにくくなるようなハッシュ関数を工夫をする必要がある。通常は元データのバイナーリ表現を使い、それを複雑に操作し、数十数百ビットのハッシュ値を作る。改ざんの検出を行う場合は、単純なハッシュ関数アルゴリズムを用いると容易に同じハッシュ値を求めることができるため、安全に設計されたハッシュ関数を用いる必要が、 本来の意味での良いハッシュ関数は一般に以下のような特性を満たす必要がある。なお、関連する概念、暗号学的ハッシュ関数、チェックサムなどでは要求は異なる。他の手法に比べて、ハッシュ関数を用いた手法をより有利にするには、ハッシュ関数の計算コストが十分小さくなければならない。例えば、N 個の要素のある相当済みテーブルにある要素を、 挿入する場合、2分探索ではログ N 回のキーの比較を必要とする。したがって、ハッシュテーブルを使った手法が2分探索よりも効率的であるためには、ハッシュ関数が1つのキーから、ハッシュ値を計算するコストがログ N 回のキー比較のコストよりも小さくなればならない。暗号学的ハッシュ関数は、そういう意味では、時間がかかりすぎる。ハッシュを使った手法は、 決定的でなければならない。つまり、ある入力が与えられたとき、生成する発出値は常に同じでなければならない。言い換えれば、数学的な意味で関数になっていなければならない。したがって、発出関数は、時刻などに基づいた、疑似乱数のような外部パラメータに依存してはならない。また、発出対象オブジェクトのメモリアドレスが処理中に変化する可能性があるなら、 ガベージコネクションが行われるシステムでは変化する可能性がある。それもパラメータとして利用することはできないが、時にはアドレス変更と同時にハッシュのやり直しを行うこともある。良いハッシュ関数は考えられる入力範囲が出力範囲全体になるべく一様に分布するようにマッピングを行う。つまり出力範囲のそれぞれのハッシュ値はほぼ同じ確率で、 生成されるべきである。このような条件があるのは、異なる入力が同じハッシュ値にマッピングされてしまう。衝突が発生すると、ハッシュに基づく各種技法のコストは衝突発生回数とともに増大するためである。あるハッシュ値が他のハッシュ値より生成されやすいなら、参照操作で衝突しているエントリイ間で、どれが探しているエントリかを調べる作業が、 基本的に大きな部分を占めることになる。注意しなければならないのは、一様分布が必要なのであって、無作為である必要はないという点である。良い無作為化関数は、ハッシュ関数にも適していることが多いが、ハッシュ関数が無作為化関数である必要はない。ハッシュテーブルには可能な入力のうちのごく一部が、格納されているということが多い。例えば、 あるイの会員名簿には100人ほどの会員の名前が並んでいるが、それはこの世に存在する人名のごく一部である。その場合、一様性はほぼ全ての典型的な部分集合に対して成り立てばよいのであって、全ての可能なエントリー全体の集合に対して成り立たせる必ずはない。言い換えれば、典型的なメートルコのレコードの集合を N 個のバケットにマッピングする場合、 一つのバケットに対応するレコード数がメートル N より大きくなる可能性をなるべく小さくすればよい。特にメートルが N より小さい場合、一部のバケットだけが一つまたはせいぜい二つのレコードを格納するようにすべきである。理想的な完全ハッシュ関数では、各バケットには最大でも一つのレコードしか格納されない。しかし N がメートルよりずっと大きくても、 衝突を完全になくすことはできない誕生日のパラドックスを参照。ハッシュ関数を評価する場合、ハッシュ値の分布の一様性は、回事情検定で評価できる。多くの用途では、プログラムを実行するたびに、ハッシュ値の範囲は変化するし、場合によっては一回の実行中にも範囲が変化することもある、ハッシュテーブルを拡張する必要が生じた場合など。そのような場合、 ハッシュ関数は2つのパラメータを入力する必要がある。1つは入力データ Z で、もう1つは生成可能なハッシュ値の数 N である。よくある方式は非常に大きな地域、例えば0から21のハッシュ関数を用意し、その出力を N で割った余りを最終的な出力とする。N が2のべき乗なら割り算ではなくビットマスクやビットシフトで代替できる。 この方式を採用するなら、ハッシュ関数は N がいくつであっても、0から N1 の間で、ハッシュ値が一様に分布するようなものを選択する必要がある。関数によっては、奇数や素数など、特定の N でないと、あまりが一様分布にならないこともある。用途によっては、入力データに比較目的には、不適切な特徴が含まれていることがある。例えば、 英語の個人名を参照するとき、大文字と小文字を区別しない方が良い。そのようなデータをハッシュ関数の入力にする場合、データの同値関係基準を考慮すべきであり、同じとみなされる入力には、同じハッシュ値を生成すべきである。等しいデータではなく類似するデータを探索する。用途では、ハッシュ関数は可能な限り連続となっているべきである。少しだけ異なる入力に対しては、 同じハッシュ値かごく近いハッシュ値を生成すべきである。なお、連続性は、チェックサムや暗号学的ハッシュ関数などにとっては、不適切な特性である。ハッシュ関数に連続性が必要となる用途は、線形探索を使うハッシュテーブルなどの用途である。ハッシュ関数の選択は、その用途における入力データの性質や、確率分布に大きく左右される。 ハッシュ対象のデータが十分に小さいなら入力データそのものをハッシュ値として使うこともできる何らかのバイナリを整数として再解釈するこのような自命なハッシュ関数高頭関数の計算コストは事実上ゼロである十分に小さいの意味はハッシュテーブルに割り当てられるメモリ量に依存する2008年現在 典型的な PC では 1GB 程度のメモリが利用可能で3 0ビット程度のハッシュ値なら扱える。ただし、多くの場合そこまで大きなハッシュテーブルは必要としない。例えば、英文の文字列の大文字、小文字の変換をするとき、各文字をバイナリ符号化したものを使い、その文字符号を整数のインデックスとしてテーブルを参照すると対応する。 変換後の文字符号が得られるようにするという方法が考えられる。例えば、A には A、8には8を返すなど、それぞれの文字が8ビットで表されていれば、ASCII、または ISO ラテンに1、テーブルのエントリー数は2イコール256個だけとなるし、ユニコードの場合でも17にイコール1114112、エントリーである。 同じ技法は AS とか J のような2文字、国名コードを実際の国名にマッピングする場合、26イコール676エントリー、アメリカの5桁の郵便番号を地名にマッピングする場合、10万エントリーなどに利用切る。不正なデータ値、例えば国名コードなら XX、ZIP コードなら0000に対応するエントリーは、 未定義とされたり、何らかのヌる値にマッピングすることになるだろう。ハッシュ関数が単車の場合、すなわち正しい入力に対して、必ず異なるハッシュ値が対応する場合、これを完全だという。このような関数を使えば、一つのハッシュテーブルで目的のエントリーを直接探すことができ、それ以外の探索の手間が生じない。 完全ハッシュ関数は入力される範囲があらかじめ分かっていて変化しない場合のみ成立する。例えば英語のお月の名前を0から11の整数にマッピングするとか、ある辞書に掲載されている単語にハッシュ値を割り当てるといった場合である。入力の集合を与えられると、それに対応した完全ハッシュ関数を実行する最適化されたサブルーチンを出力する生成がいくつか存在する。 例えば ,gnugparf.n 個のキーに対する完全発ュ関数が最小で、あるとは、その地域が n 個の連続な整数、通常例から n-1 の場合である。単に参照が単純化されるだけでなく、発ュテーブルもコンパクトになり、空きスロットができない。最小完全発ュ関数は、単なる完全発ュ関数よりも求めるのが難しい。 入力が制限された長さの文字列。例えば、電話番号、自動車のナンバー、送り状番号などで、個々の入力値は独立に、かつ一様な確率で発生する場合、ハッシュ関数は、個々のハッシュ値に大体同じ個数の入力値をマッピングすればよい。例えば、入力、Z が0から N1 の範囲の整数、出力、H が0から N1 の範囲の整数で、N が、 n より大きいとする。すると、発ュ関数としては、h イコール z もっと n, z を n で割ったあまり、h イコール n, z を n? n 倍して整数に丸めた値、などの式が考えられる。入力の出現確率が一様でない場合や、独立性がない場合は、上のような単純な方式ではうまくいかない。例えば、あるスーパーマーケットの利用者は、 地理的に近い場所に集中しているため、電話番号の先等数桁は同じになってしまう。その場合、N の式では、元の数値の上の桁が残るため、衝突が多発する。一方、Z、もっと N の式では、末尾側の桁が残るため、この場合の発出の分布は、こちらの方が良い。データが非常に長い、または、可変長の文字列の場合、人名、URL、 電子メールの中身など、その分布は一様でないことが多く、複雑な依存関係が存在することが多い。例えば、自然言語の文章では、文字の分布は全く一様ではないし、文字の並び方にも相関関係があり、その言語に特有の性質を持っている。その場合、ハッシュ関数は文字列内の全文字を何らかの形で使用し、 しかもそれぞれの文字を異なった形で使用するのが望ましい。そのようなデータを発式に変換する典型的手法は入力を小さな単位、数ビット、数バイト、数ワードなどの並び B、1、B、2、B メートルに分割し、それを順に以下のように結合していく。デフメイクハシャンドこの手法はテキストのチェックサムや フィンガープリントのアルゴリズムにも利用されている。状態変数 S は32ビットか64ビットの符号なし整数である。例の場合 S0 は0で良いし G は単に S もっと N で良い。最適な回の選択は難しい問題でデータの性質にも依存する。データ単位 B キロが1ビットなら回は例えば次のようになる。フフここで ハイビットは S の最上位ビットを意味し、演算子は符号なしの整数の乗算でオーバーフローを無視する操作を表す。は、ビット単位の排他的論理は演算を表し、P は適当な固定のワードである。多くの場合ヒューリスティクスを利用して汎用のハッシュ関数よりも特定用途で衝突を削減できるハッシュ関数を設計できる。 例えば、入力がファイル、ファイル 000, chk, ファイル 0001, chk, ファイル 0002, chk などのファイル名で、多くの場合このような一連の番号が名前に含まれているとする。すると、ファイル名から番号部分キロを抜き出し、キロもっと n を発出しとすれば、ほぼ最適な結果が得られる。言うまでもないが、特定の入力に最適化した。 ハッシュ関数は、それ以外の分布を示す入力に対しては、非常に悪い結果を生じる。チェックサムや、フィンガープリント用のアルゴリズムを、ハッシュ関数として採用することもできる。それらのアルゴリズムの一部は、任意帳の文字列データ Z から32ビット、または64ビットのビット列を生成するので、そこから0から N-1 のハッシュ値を容易に、抽出できる。 この手法は、ハッシュ値の範囲、N が、チェックサムや、フィンガープリント関数の地域より、十分小さい場合に限って、十分一様に分布するハッシュ値を生成する。しかし、一部のチェックサムは、なだれ効果が弱いため、用途によっては不向きである。よく使われている CRC32 チェックサムは、上位16ビットだけが、ハッシュ用途に使える。さらに言えば、入力の、 各ビットは CRC32 の一つのビットにのみ影響を与える。したがって32ビットのチェックサムをそのままハッシュ値に利用する場合は十分な注意が必要である。セキュはハッシュアルゴリズムのような暗号学的。ハッシュ関数はチェックサムやフィンガープリントよりも強力な一様性を保証するので汎用ハッシュ関数としても最適である。 しかし暗号化などの用途以外では、その計算コストが高いため利点が打ち消されてしまう。しかし、悪意ある者がキーを選んでもハッシュ値が一様に分布するという特性がある。このためドス攻撃からサービスを保護する助けとなる場合もある。暗号学的ハッシュ関数の安全性を議論する場合以下の3種類について議論を行う。現像計算困難性とは、 与えられた発出値に対して、その発出値を出力するような発出関数への入力を求めることが困難であるような性質を言う。ただし、異なる入力から同じ発出値が得られるため、その発出値を得られる入力を一つ求めればよい。第二現像計算困難性とは、与えられた入力値に対して、その入力値を発出関数へ入力した時の発出値と同じ発出値を、 出力する入力値を求めることが何であるような性質を言う。衝突困難性とは、同じハッシュ値を与える二つの入力値を求めることが困難であるような性質を言うのである。ハッシュ関数に衝突が多い場合、現像計算困難性を満たさないハッシュ関数では、任意の入力値からハッシュ値を得られるため、第二現像計算困難性を満たさない。また、 第二現像計算困難性を満たさない。ハッシュ関数では、衝突困難性を満たさない。すなわち、である。ハッシュという用語は、本来の、切り刻んで混ぜるという意味からの類推で使われるようになった。実際、合同操作を行う典型的なハッシュ関数は、入力の定義域を多数の部分に切り刻み、キーの分布が地域で一様になるように混ぜた。 形で出力する。ドナルド・クネウスによれば、この用語を最初に使ったのは、IBM ので、1953年1月の、社内メモで使っていた。そして、が学会誌コミュニケーションズ・オブザ・クムに掲載した、論文でこの用語を使い、単なるジャーゴンから、正式な専門用語に昇格した。5. おさむき